皆様、こんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は11月2日です。とうとう11月になりまして、11月に入って、ニュースがダダダッとたくさん、移民局から、発表になりました。で、弊社の新着情報のところは、ちょっとね、うちの仕様が、ニュースは2つ、しか出ないようになってるんですけどね。実は今日、まだご案内してない、ご紹介してないニュースが3つあります。なので、ちょっとね、ニュース一覧のところをお見せします。ここからね、皆さん見たことあります？ここに過去のニュースがダーッとね、載ってるんですけど。で、このワーホリのニュースまで、この前、先週ね、ご紹介しましたけど、この、10月の最後のニュースと11月に入ってからの2つのニュース、この3つがね、まだご案内、ご紹介してないものです。で、ちょっと、この、真ん中のからお見せすると話が、なんか見えやすい、分かりやすいので、先にこれからご紹介していきたいと思います。はい、未来の話です。未来というか、近い未来の話です。来年とか、カナダの移民局が、これからね、強い国づくりを作るために、移民制度を、改革しますよ、ということです。で、強い国を作るために、じゃあどうするのか。で、移民大臣が、こう、カナダの未来のための移民制度という、レポートを発表しました。で、これの中にある、改革方針、ここが重要ですので、ここを、一つ一つ見ていきたいと思うんですけども、まず、ここ7つかな。1、2、3、4、5、6、7、そうね。7つ、この改革があります。で、これは、まあ、近い将来、来年とか、再来年とか、そのあたりを、目標にして、こういうことをやっていきますよという、方針なんですけども、まず一つ目。移民制度を迅速に適用させ、増大する世界的な人道的危機に公平かつ持続的に対応できるようにする。要するにこれは、難民とかですね、あとは戦争をしている地域のからの、避難してくる人々、そういった方たちを迅速に受け入れていきましょうよと。ということです。これは今もすでにやっています。比較的カナダの、移民局は、これは、常にですね、今までも力を入れていましたので、まあ、戦争状態になる世界中のね、地域があると、すぐにそこの地域からの人たちを、受け入れるということはやってきてますので、これ引き続きやりますよということですね。で、次なんですけども、フランス語話者のマイノリティコミュニティの活力を強化する。で、フランス語話者の、人口的比重、要するに比率ですね、を、大きくするよと。いうことです。で、これは、最近の、エクスプレスエントリーの、フランス語ができる方向けのターゲットドローイングとかでもうすでに、導入しています。し始めたところです。で、これは引き続き、将来に向けてやっていくということですね。なので、フランス語が話せる人を、ケベック州以外のところにももっと増やそうというふうな方針です。はい、で、それからですね、留学生プログラムの改善で、公正さや、学生支援体制などを、もっと、強化していきますよというところです。そして、ビザ審査期間を短縮して、するということですね。で、そういった、学生ビザに関する取り組みもしていきますよということです。で、それから次はですね、これは、何が元にっていうと、移民のカナダ離れですね。永住権取ったんだけれども、カナダに、
カナダがそんなに住みやすくなかったと言って自分の国に帰る人というのがある一定数はいますよと。そういう人たちをもっと少なくしましょうよという、そういう取り組みなんですね。なので、新しく来た移民の人たち、新しく永住権を取った人たちが、快適にカナダで、長い間、死ぬまで住んでいけるように、住宅、医療、インフラ計画、その他のサービスなどを、充実させていきますということです。はい。で、そして、その次が、これは永住権の申請プログラムの改正や改善。これは、常に移民局はやっていっているところです。あとは、移民局のサービスの向上。これは、オンライン化するとか、ですね。で、早く審査が進むようにするとか、っていうことですね。そういったことを、していきますよということなんですが、これも、いつも言ってます。これは、移民局がいつも言ってますが、オンラインシステムが、ダウンしたりとか、そういったこと、比較的まだまだ多いです。そういったところを、これからまたさらに、良くしていくっていうことなんだと思うんですね。期待したいところです、これから。はい。で、それからですね、今度は、こちらは、永住権のプログラムやパスウェイを産業やセクターの戦略を含む、この労働市場に効果的に整合させる。要するに、働き手が足りないという、分野において、もっと働き盛りでもうすでにその仕事がすぐできるよという即戦力になる外国人を、永住権と取ってもらってどんどん入れていこうじゃないかということで、それが反映するようにエクスプレスエントリーのターゲットドローイングなどが始まったわけなんですけれども、これをもっと、定着させるっていうためにですね、一つポジションを移民局の中に作りますよと。チーフインターナショナルタレントオフィサーという、そういう役職を移民局の中に、設けて。で、この人がさあ、今、どんな人がカナダの、働き手として必要なんですかということを常に、リサーチし、で、そういう、職種をターゲットドローイングに入れ込んでいくとか、そういったところに反映させるという係の人ですね。そういう係の人を。この係の人、オフィサーが一人できるということは、おそらく部署ができるんでしょうね。そういう専門の。なので、それを、移民局はやって、ますますこう、なんだろう、不足している、人材が不足している分野っていうのに、特化した永住権の方針、永住権の改革っていうのを進めていきますっていうことですね。で、それから、申請者が必要な情報を簡単に見つけられるように、ウェブサイトをより使いやすくする。当たり前です。これは、移民局じゃなくても、どこの会社でもやってます。うちの会社もやってます。ウェブサイトをより使いやすくする。これは当然やっていただかないといけないことですね。で、これを、移民局が、近い将来どんどんやっていきますよ。今、すでにやり始めているものもありますよ、ということで、発表をしました。はい。で、この発表に関連してですね、話した方が分かりやすいので、その1日前の日にですね、学生ビザ、ポストグラデュエートビザの、是正措置というのが発表になりました。で、こちらはじゃあどういう是正処置なのかというと、大きく分けて3つです。はい。で、まず1つ目。LOA の確認プロセスの追加。で、これはですね、何が元になって始まったかというと、今年の年初に、詐欺みたいなものがありました。すごく大きな問題になりました。で、これは、その時にね、カナダにいらっしゃった方は聞いたことあるかなと思うんですけども、インド系の、そういう業者が、留学を斡旋する業者が、入学許可証を偽造したんですよね。だから学校が発行したふりをして、学校じゃなくてその業者が、偽物の
入学許可証を発行した。で、まあ、どっかの学校の名前を使ってですね、学校のレターヘッドとかを使って、で、こういうものを作りました。そして学生はそれは知らずに学費という名前でそこの会社に払ったので、全く知らずにそれを使って学生ビザを申請しました。移民局も気がつかずにそれで学生ビザを発給しました。で、皆さん学生は、カナダに来ました。そうしたら学校がええっていうことになりっていう、そういう、まあ、詐欺事件がありましたので、そういったことを、防ぐために、まず学校がですね、この12月1日からです。学校が、その進学、学生ビザを取りたい人に、入学許可証を渡す前にですね、移民局にちゃんと学生の名前も公表して、この人がうちの学校に、いつからこういうコースで来ますよというレターオブアクセプタンスを移民局に直接学校が出して、そして移民局が確認をして、それで OK となってから LOA を、学生にもらう、くれるっていう流れになるんじゃないかなと思うんですけども、これはちょっと学校のね、人に、もう始めてますか？この取り組みをっていうのを聞いてみるといいかなと思ってて、まだ私は、聞けてないんですけど、これまだ1週間以内の話なので、まだ聞いてないんですけど。だから学校が、まず、移民局に、OK っていうのをもらいます。で、もらってから、生徒さんにその入学許可証を渡し、そして、それから、学生ビザの申請をするというふうな流れになると思うので、今までよりもこのね、入学許可証をもらうまでにちょっと時間がかかるのかもしれないですね。今はこう、お金をね、学校に、デポジットを払ったら、割と2、3日中に入学許可証は来ますよっていう学校もあったんですけど、まあ、それが1週間とか、かかるようになったりするのかなっていうふうには思いますが、まあ、それにしても、ちゃんと、間違いのない入学許可証を、学校がくれるようになるっていうことで、まあ、いいことなんじゃないかなと思います。はい。で、2番目がですね、DLA 登録校の優遇措置と書いてありますが、DLA というのは、まあ、学校の、これはデジグネイテッドラーニングインスティテューションの番号なんですけども、その、だから語学学校とかカレッジ、大学院などですね、の中で、特に質の高い学校に関しては、認定教育機関ですよっていうふうに移民局が、二重丸をつけます。で、その二重丸をもらった学校の学生さんは学生ビザの審査が早くなるということになりますので、この認定教育機関の二重丸をもらうために、多分学校もこれから頑張らないといけないところなんだと思うんですね。これもだからもう取り組み始まってるかどうか、ちょっと学校に聞いてみたらいいかななんて思いながら、まだ聞けてないんですけども、これは留学生に対するサポートとかサービスとか、そういったものが充実している学校が、この二重丸がもらえるということになるようです。なので、二重丸がない学校が、学生ビザの審査が遅くなるっていうイメージではないです。二重丸がついた学校が早くなるっていうイメージなので、いろいろね、SNS などで、心配している声を時々見かけるんですけども、もう学生ビザが出るまでにすごく時間かかるようになるんじゃないかとかっていうふうな心配の声がよく、見られるんですが、そうではないと思います。むしろ早くなる学校が出てくるよっていうことなんじゃないかなというふうに思います。はい。そして、ポストグラジュエートプログラムの改定、これも3つ目に入ってますね。3つ目の、措置の中に入ってるんですけども、こちらはポストグラジュエートビザのプログラムの基準を見直して、そして、カナダの国が増やしたい永住権の、永住者の、プロフィールとか、まあ、カナダの国が増やしたいと思っている、こう、職種ですとか、まあ、場所ですとか、フランス語ができるっていう言語のスキル
などに、適合するための改革だと言っています。で、こちらもですね、巷のそういう SNS などの声では、じゃあもうポストグラデュエートビザが出ない学校が増えるのかなとか、ポスグラもらえると思って学校に行ってるのに、もうもらえなくなっちゃったらどうしようというような不安の声が聞かれますが、そうではないです。これはだからポスグラが、出る学校が減ってしまうとか、ポスグラが短くなってしまうとか、そういうことではないと思いますよ。で、これもね、今後数ヶ月の間に、詳しく発表になりますっていうことなんですが、これも、幅が狭まるとかっていうことじゃなくって、ポスグラは、今までもらえてる人はもらえるんだけども、特に、カナダの国のニーズに合った人たちには、もうちょっと長い、エクストラでもうちょっと長いポスグラが出るとか、審査が早くなるとか、なんかそういう優遇があるっていうことなんじゃないかなと私は思っています。なので、ちょっとこれもね、数ヶ月の、間のこの新しいね、報告っていうか、新しい発表を待つっていう感じにはなりますが、ネガティブな方の改定ではなく、改正だと思います。だから良くなる方だと思いますので、ちょっと期待して待ちたいなというふうに思っています。はい。っていうところで、一番新しい、ニュースです。これが、移民受け入れ計画の、向こう3年の移民受け入れ計画が昨日発表になりました。で、こちらはですね、毎年同じこの11月の頭、これぐらいの時期に、発表になるものなので、去年は2023から25が出てました。で、2024年から2026年までの間、何人、移民を受け入れる、要するに永住権を何人に発給するんだよっていう、その、目標値がここにあります。で、今回のこの発表で、去年発表になったのと変わってないんですよ、基本的にはね。この、ターゲットの数は変わってないです。そして去年は2025年までが発表になってたので、今年2026年が新しく付け加わりましたが、2026年は2025年と同じです。で、移民局の発表によると、今後、この先ももうこの5万っていうのは、まあ、しばらくの間ずっと、5万にしていくつもりですっていう発表だったので、もう今後はおそらく毎年毎年5万、が、政権が変わらない限りはね、今の政権の間は、ここは5万5万で、目標値を立てていくんだと思うんですが、内訳が変わりました。どんな、カテゴリーで、永住権を取ってもらうっていう、その内訳が変わりましたので、ここが今回の発表では重要です。合計人数は同じですので、前に発表した時と同じですので、毎年増えますよ。で、2023年よりも増えます、来年。で、それよりも2025年は増えます。で、それ以降は同じです。っていうふうな、これは増えていきます。で、内訳は、まあ、ざっくり言うとですね、私たち、弊社のお客様には非常に嬉しい発表だったわけなんですが、どういうことかというと、合計の数は変わらないですけど、難民の受け入れの数を今まで予定したのよりも少し減らしまして、で、その分、学歴や職歴を使って永住権を取るという、例えば、エコノミック、えっと、カナディアンエクスペリエンスクラスだったりとか、州ノミネーションプログラムだったりとか、そういう学歴や職歴を使って永住権を取るよという人たちの、人数を増やします。難民を減らして、学歴、職歴を使う人を増やします。という発表でしたので、もうちょっとそこが私は注目したいところだなと思います。で、まあ、この数字をね、皆さんぜひ、こう、
時間があるときに眺めていただければと思うんですが、大きく分けてね、永住権っていうのは、どんな人に永住権を取らせるのかっていうのは、大きく分けて3つなんですね。で、1つが、その学歴や職歴を使って永住権を取るエコノミッククラスという人たちですね。で、もう1つが、カナダ人の家族になるっていうファミリークラスですね。で、もう1つが、人道的移民といって難民などですね。この3つに大きく分けると、カテゴリーが、分かれています。そして、これが少し減り、これが少し増えて、これは、まあ、比較的、横ばい同じですよという感じですね。はい。っていうのが、今後の、この先、まあ、とりあえず、まずは2024年ですけども、2024年の、目標ですね。はい。で、そう。全部で、4万いくつだっけ？これ、485000の中の、281135という58%、まあ6割ぐらいを、この学歴や職歴を使って、受験を目指すという人に割り当てますよということです。で、全体のまあ4分の1ぐらいが、カナダ人と結婚したりとか、カナダ人の両親、祖父母だったりとかっていう方に割り当てられます。まあ、カナダ人または移民ですね。または移民してる人。はい。で、それ以外が難民ですということで、難民は、今、2024年が全体の19%ですけれども、これが2026年には全体の16%にまあ、ちょっとずつ、割合的には縮小されていくという感じです。で、特にこのエクスプレスエントリーですね。これが、ちょっと注目したいところですね。全部で2024年には11万700人に、エクスプレスエントリーで永住権を取らせますよと言っています。で、ということは、まあ、これがね、今現在、プールの中に、そのエクスプレスエントリーの登録をしていて、IT が来るのを待ってる人っていうのが、この人数ですけども、まあ、これのトップの半分にいないと、絶対来ないよねっていうのが、まあ、ある程度明らかですね。だから2024年に、今の時点でトップの半分にいないと2024年に1年待ってても来なさそうですよね。で、しかも随時こう登録している、新しく登録する人が増えるわけですから、まあ、真ん中辺までにいているっていう状態ではダメですね。だからもっと、まあ上4分の1ぐらいまでにはいとかないと、いけないかな。2024年は全部で11万。11万700人です。ちょっとそれを、ちょっと念頭に置いてください。で、まあ、そんなに上の方の点数取れないよっていう人は、ターゲットドローイングを目指すっていう感じになると思うんですね。だから、カナダの国がどんな職種をこれから、増やしたいのか、フランス語を話す人は増やしたいって言ってるから、じゃあフランス語できるようにするのかとか、そういうカナダの国が増やしたいと思っているところを狙うか、それともトップの、この1万、1、あ、じゃ、11万人のところに、這い上がるか、いろんなね、英語のテストのスコアとかをね、上げて、ということになるかなと思います。そして、いやいや、エクスプレスエントリーは全然自分は無理なんだけどって、もし思う方がいらっしゃったら、その方たちは、この各州ノミネーションプログラムというのもいいですよ。というのは、こちらはですね、年々増やしてます。まあ、州全部のね、州や準州の合計ですけどもね、これは。で、各州の割り当てがありますので、また各州の割り当てについては、もっと詳しくお話しできる時があるかなと思うんですが、まあ、全体でですね、この州のプログラムで永住権を取らせる人っていうのが、まあ、11万人。こちらも11万人ですので、エクスプレスエントリーと同じぐらい、こちらも受け入れますので、まあ、州のプログラムの方もぜひぜひ皆さん検討していくといいかなというところです。
で、ファミリークラス、フランス語話者ですね。今言いましたね。はい。ここは、強化したいと、もう常々移民局が言ってるところなので、ここを狙っていくっていうのは非常にいいと思います。実は知ってますか？フランス語が話せる人っていうのは、フランス語のテストのスコア出さないといけないですけども、フランス語ができる人は、LMIA、就労ビザも LMIA なしで取れるんですよ。っていう、もういろんなことで、優遇されていますので、フランス語をできるようになるというのは非常にグッドポイントなの一つです。で、はい。で、その、バックグラウンド、背景などがここに書いてありますので、ぜひぜひですね、今から永住権を目指すという方はですね、こちらの方、じっくりじっくり、数字の方もじっくりじっくり見ていただければと思います。はい。ということで、今週はニュースが、たくさん、突然たくさんありましたので、お話しすることがたくさんありました。来週は、週末に、夏時間から冬時間に変わりますので、来週は、このニュースウィークリー日本から見ている方は、1時間、時間が、変わります。今が、ですね、何時だ？日本の8時、朝8時だったのが朝9時になりますので、そこのところお気をつけてください。では、皆さんまた、来週お目にかかりましょう。さようなら。